ズいる。こんにちは。こんにちは。おお。さあここね、アズルさんって言うんだけど、はい、黒ね3歳の時から通ってるからもう30年。はあ、50年ですね。こんな感じですね。あ、今日じゃあこのままでいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、ね、これレディースメンズ両方あってさ、いやいや、ほら、面白いでしょ、ね、インポートものセレクトショップで、まあ家一軒建つ分ぐらい買ったな。あ、黒レン家2つ分ぐらい。あ、すごいですね。本当にね、はい、でもね、まあ、今日の3分トーキングのテーマがそれなんだけど、はい、うん、今日はねイメージチェンジでした。イメージチェンジ、そう、はい、だいぶイメージチェンジしてますけどね、もう、はい、してるけどね、はい、うん、だけどね、ここに来てだいぶいろんなキャラ替えをできたっていうか、うん、固定概念外せたっていうきっかけになってるのは事実だ、うん、この服屋さん、まあ、服屋さん、この、はい、アズルさんね、アズルさんね、はいはい、もうね、かれこれだからもう20代から来てるわけじゃん、あー、だんだんバレていく、はい、ね。その頃はね、インポートもの全盛期だったのよ、うん、で、アルマーニとかね、おー、もう30万のスーツとかですね、じゃあそうそうそう、こっちのもゼニアとかあったよね、おー、あれ何やった、ベルサーチあったの、ベルサーチ、おー、で、クロネもベルサーチとかバンバン買ってたから、来てたんですか、来てたから、はぁ、VV っていうかさ、そうするとね、やっぱね、ほら今年クロネはパラダイムチェンジって宣言したじゃん、はいはい、だけどあの洋服変えるっていうのはさ、いち早くイメージチェンジすることでパラダイムチェンジできるのよ。そうですね、違う自分にスッと入り込めたりするわ、はい、赤いスポンポースパンコールズが来たらね、もう最高っすよ、テンション上がったまんまだ、そうなの、うん、でね、まあ、ここのオーナーがね、やる気あるんだかないんだかよくわかんないそこがまた良くてさ、はい、そう、でももう分かりきった似合うよう言うのよ、うん、でもね、でもまあそれがいいんだな、うん、ね、まあ、強制的に着るっていうのもいいですよ、とにかく着てみるだけだから、着てみるだけだからって、はい、その言葉にハマって30年、で、まあ、着てみるだけならいいか、2軒分の買い物をしたでもその気兼ねなく着てみるってことが大事よ、うん、やっぱ固定観念捨てて着てみて出てくると、はい、まんざらでもないなって、なるほどね、魔法のミラーなんだよ、どうも私はそう呼んでんだけど、はい、この鏡の前に立つとなんか細く見えるのよ、さしくんでありますよ、さしくんでないんだよ、ほんでね、うん、俺これもありかなって思って、いや、パラダイムチェンジするには一番分かりやすいやり方、そう、手っ取り早いやり方で、うん、で、まあ、おだてられて調子に乗って買っちゃって、はい、だから実は今日のこのファッションもそうですよ、あ、そう、いつもだいたい黒ネーの、この行き当たりバッチリ TV に出てくるのはほとんどここを買わせてもらってます、ね、今日はションちゃんにもぜひイメージチェンジ、パラダイムチェンジしてもらいたいと、うん、思いますね、はい、まず黒ネはね、入りそうなのを探します笑ってんな、これは絶対入るね、だって上から重ねるわけだ、どうかしら、どう、魔法の鏡の前に立って、ちょっと色ちょうどいいんじゃない、ちょうどいいよねよし、じゃあこれ半額お願いね、じゃあまあ黒目はここからここまでいただきます、行き当たりバッチリ TV はね、オラホ地元の山川海や企業さんばっしゃ、我がで勝手に応援したりしゃ、みんなさや、ぬずぬず3分でね、うげーなる元気になる秘訣などばお伝えする YouTube チャンネルなのしゃ、だからまずチャンネル登録ばよろしくお願いしますね、チャンネル登録だよ、よろしくお願いしますよ。